はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、この拘束仕事術のですね、編集担当をしていただいた、アスコムさんですね、の出版社に遊びに来ております。で、編集長のですね、柿内さんと、まあ、対談形式で、まあ、仕事術とかですね、キャリアとか、あとはね、それをどうお金に変えていくかみたいな、まあ、そういったね、話をしていこうと思ってます。非常にためになると思いますので、ぜひ最後までね、見ていただきたいなと思っております。今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはなんか簡単に自己紹介か、はい、アスコムという出版社のですね、編集部門の責任者をしています柿内と言います。よろしくお願いします。お願いします。今回上岡さんの方は過去にこの高速読書っていう本も出させていただいてまして、今回新しく新刊で高速仕事術の本も出させていただくということでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でもあれですよね、上岡さん、高速読書の時からお付き合いをさせていただいてるんですけれども、会われるたびにこうやられてることとかステージとかがどんどん変わられていて、前に、まあ、僕は担当編集ではないので、はい、しょっちゅうこう頻繁にお会いするわけではないんですけども、はいはい、前に会った時は、はい、YouTuber じゃなかったと思うんですよね。そうですね、前に会った時はちょうど1年前にこの高速読書をですね、こちらを執筆した時はまだ全然YouTuber やる前で、そもそも動画って何みたいなのを、うんうん、このアスコムさんの若手の動画担当の人に話を聞いてたぐらいでしたもんね。そうですよね、はい、それが今やもう YouTube で投資家 の、はい、YouTube 人気ランキングでももう上位に来るような YouTuber になっちゃってるわけじゃないですか、はい、そうですね。で、他にもたくさん仕事もされてて、はい、でそれで YouTube もやって、でもちろん投資もやられてて、で会社の経営もやられてたりとか、はい、こういうふうにたくさん仕事できるとかいろんな仕事ができるってすごいなっていうふうにやっぱ思うんですけど、はい、それってどうしてできるんですか。そうですね、まあ一つやっぱり大事なポイントがあるとすると、まあやると決めたらまずそのやる、その言い訳をしないっていうことですね、うん、その言い訳をいっぱいするようになるとやっぱ行動もおぼつかないですし、まあ、頭がこうマイナス思考になってしまうっていうのがあるので、まあ言い訳をしないっていうことをまず決めるっていうことと、あとやっぱりそのフォーカスするとか大事ですね、はいはいはい、結果が出ないとこうドーパミンも出ないですし、うんうんうん、ワクワクしてこないので、あとやっぱりその自分が成長してるって気持ちにならないと、なんかこう次をまた得ようってことにならないので、こういろんなことやってますけど、やると決めたことに関しては2ヶ月とか、はい、まあ、3ヶ月とか、はいはい、特に最初の3日間とかっていうのはものすごく、はい、もう15時間とか、まあ、自分の時間なんで、はい、集中しますね。これが多分秘訣じゃないかな。その上岡さんのメソッドは、まあ、今回はその本でも出させていただきます、はい、まさに高速仕事術っていうメソッドだったなっていうふうに、はい、そうですね、思うんですけど、でその中でも、まあ、今おっしゃっていただいた3日、3ヶ月、3年っていう、はい、一つこの3のこうなんていうんですか、くくりというか、はい、こういうのすごく大切だっていうふうにこうおっしゃられてますよね。はい、そうですね。その辺ってどうして3日、3ヶ月、3年なんですか。そうですね、やっぱりまずその集中するっていうのがやっぱりとにかく大事で、はいはいはい、そのフォーカスするって話すんですけど、このフォーカスする力っていうのがものすごく物事を達成したりとか、キャリアを形成したりとか、まあ、その向こうで、ね、お金持ちになったりとか、まあ、自分の夢を実現するためには大事なんですけども、そのでも集中するのって結構やっぱり大変じゃないですか、はい、フォーカスするっていうのが、はい、なのでまずはその3日って決めるっていう、その自分 の、 その限界点をそのどこまでも引き伸ばせないので、はいはいはい、ブロックを作るというのがいう考え方に近いですね。で3日できたことは3ヶ月できるんです、はいはいはい、3ヶ月できたことは3年できるっていう考え方に近いですね。つまりよく3日坊主とか言うじゃないですか、はい、でも3日坊主って3日間は続くっていうことでもあるので、やっぱり3日でも集中して続けるっていうのは結構やっぱり意味があるってことなんですか。そうですね、はい、3日できたことは3ヶ月できるっていうふうに、まあ、逆転の発想ですよね。逆転なんですね。そこにこうでもみんなね、そこの結構うちの社員とかって1000日とか2000日とか平気で同じことできてるんですよ。例えば日報を1000日間出すとかっていうのは、はい、うちに3人いたらみんな達成してるんですよね。へー。でも僕的にはその1000日間ってクリアするのはすごく簡単ですよね。ちゃんと面倒見てあげれば3日できたことを3ヶ月だろう、3ヶ月だったら次1年だろう、1年は次3年だろうって言ったら、気づくともう3年間その毎日日報が出せる。でも他の会社ってできないと思うんですよね。いかにその3日できたことをこう次3ヶ月にこう転換置換してあげるかっていうのが
すごく大事だなと。そしてよく1年の計を、まあ、今のまさにこの年明けでその正月とかに1年間の計画立てようとかあるじゃないですか、はい、でもあんまりこう1年だとちょっと長すぎるんですかね。本当はまずは3日とか、はいはい、そういうふうに立てた方が良かったりするってことなんですかね。そうですね、あでも1年の計をこう立てるっていうのは大事なことだと思うんですね。その長期スパンで何かを達成したいっていうのはね、はいはい、必要だと思うんですよ、ブレちゃうので、1年の計をでも立てたら、じゃあ3日間何やるかっていうのをちゃんと落とし込んで、まあ、ドリルダウンとかコンサルティング用語で言いますけども、みんな1年の計画立てたらそこで満足しちゃうので、こう1年後こうなんて言いますかね、全く変わってなかったっていうことになると思うんですよね、うんうんうん、で僕は1年間の計画を立てたら次は3ヶ月後の計画を立てて、その後じゃあまず、まあ、元旦だったらもう3日目、1月3日にまで何やるかっていうのを決めちゃいますね。なあ、そういうやり方なんですね。そうですね。この YouTube をやるときもやっぱりそういうふうにしてやられたんですか。そうですね、 YouTube やったときもそうですね。そのまあ当然僕が初め YouTube 始めたときは、まあ、3万人ぐらいが目標だった、2、3万人ぐらいのチャンネル登録者が目標で、まあ、1年ぐらいかけてそこまでいけばいいな、結構まあ他の話聞いてもそれぐらいがまあ標準だったので、うんうん、でそこから3回ここにどうしようかなみたいな、うん、でじゃあこの3日間でまず自分で全てができるように、うん、やろうということで全部こう編集とか、デザインとかを覚えたって感じですね。なるほどな。そういうこういろんなこと、まあ、まさにその YouTube でもそうですし、はい、投資でもそうですし、まあ、経営でもそうですし、 MBA 取られたりとか、はい、その脳科学の、まあ、勉強もされたりとかっていろんなことをこうたくさんこうやられてますけれども、はい、でそれって、まあ、まさに今回そのノウハウを高速仕事術っていう方法論の中でこう語っていただいてると思うんですけれども、はい、これ最初にそういうことに行き着いたというか、なんかこうやればいいんだっていうふうにつかめたっていうのは、はい、どうしてそこを見つけられたんですか。そうですね、僕株で結果を出した、はい、まあ、一つの秘訣があるとすると、集中して勉強したからだと思うんですね、はいはいはい、でこれ当時お金がなかったのでどうやって勉強したかというと、株の方法を空いてる時間に本屋に行って、はい、本屋で本を右から左に、まあ、株の方を、まあ、立ち読みさせていただいて、まあ、いい本は買いますよ、もちろん、いい本は買うんですけど、立ち読みをしながら本を買うってことで、その3日間ぐらいで、まあ、20、30冊読んだみたいな、はい、まあ、そのうち、はい、まあ、10冊ぐらい買う購入するみたいな形で、まあ、結果的には30冊ぐらい全部一通り目を通したんですよね。そこでまあ基礎ができたみたいな、はいはいはい、やっぱりそこで集中したことがものすごく自分の基礎を固めてくれたってことにつながった、そのまあ原体験があるので、あこのような形で3日間集中してやれば何事もある程度基礎ができるんだなみたいな。なるほどなるほど。そこでだからみんなでもそこで3日間集中しないから言い訳、はいはいはい、4日後に言い訳が出始めちゃうんですよ。言い訳する前に3日間ぐらい集中ぐらい、まあ分かりやすくですよ、はい、厳しく言うと3日ぐらい集中してないのに言い訳してもまあしょうがないよねみたいな、そういう感じですかね。なるほど。その、はい、マルチタスクで、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、結構やっぱり日々忙しいじゃないですか、いろんなことがある中で、はいはい、なかなかその3日集中するとかっていう時間が取れないとか、はい、なんかそういうようなことをこう僕なんかも思っちゃうんですよね。他にやることあるので、はい、そんな時間どうやって作ればいいんだろうと思うんですけど、はいはい、それはもうあれですか、もう他のことをとりあえず置いといてもここ3日は集中するんだってやった方がいいってこと。そうですね、もちろんいろんな仕事があると思いますし、まあ、アルバイトしながらとか、はいはい、学生であれば、まあ、主婦の方であればね、うんうん、家事手伝いをしながら、家事手伝いじゃないですけど、もうそれを本業にしながらやってると思うんですけど、はい、まあ、だからその中でも常に意識に置くってことがすごく大事で、フォーカスするって決断をすれば、ええ、家事しながらでも皿洗いながらそのテレビの次のドラマを考える前に、じゃあ次はこういうふうに勉強しようかなとか、はい、次はこういう人に会って話を聞こうってなりますし、まあ、アルバイトを知ってる学生であればアルバイトしながらでも例えばそこにフォーカスするって決断さえしておけば、うんうん、じゃあ留学の勉強をこのバイトが終わったらやろうとか、うんうん、ああこういうふうにシミュレーションをしたら英語が喋るようになるかもしれないなとかって考えながらアルバイトするようになるので、結果やっぱその早くなるっていうことですよね。そのフォーカスするっていうのがすごくやっぱりそういうところでも常に意識の表層に出てくるっていうことですよね、はいはいはい、でもそのフォーカスがなかったら常に意識の潜在意識に
奥にあるので、結局、まあ、あの物理学的に言えば、物質化しにくくなりますよね。あ、じゃあその潜在意識からこう出してくる、出してくる、出してマントルみたいに見える化させるというか、まあ、分かりやすくこう出してくるわけなんですね、はい、そうですね。ああ、そっかそっかそっか。そのためにはやっぱりそれあれですか、はい、こう自分でやるって決断っていうのがやっぱり大切なんですか。そうですね、やるって決めて決断することがやっぱまず大事、それで半分で、はいはいはい、それをその3日3ヶ月っていう計画に落とし込むところは半分ですね、この両輪がすごく大事だと思いますね、はいはいはい、そっかそっか。ちなみに例えば高速仕事術のメソッドで言えば、はい、他にはどんな方法論があるんですか。そうですね、高速仕事術のメソッドで話すと、改善とインプットとアウトプットってすごく仕事って大事じゃないですか。もちろんこのキャリアでも、あとお金持ちでも、もちろん株式投資でもこの3つは絶対大事なんですけども、基本ですね、普通に教えられるとまずインプットして、そうですよね、インプットしてからですよね、はい、で次アウトプットして、はいはいはい、で改善ステージみたいな、はいはいはい、でまあまあここに検証とかあるかもしれないですけども、はいはい、このなんかこう円でこうサイクルで回せみたいなっていうふうに教えられるんですよね、はいはい、だからみんなその通りやっちゃうんですよね、うん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 、でまずインプットから始めて、うんうん、でインプットを丁寧にやろうとするので、うんうん、しかも3日とか決めてないじゃないですか、はいはい、でしかもフォーカスしてないので、はい、気が付いたら、まあ、人生インプットで終わってるってことがすごく多いんですよね。アウトプットまでいかないってことが、まあ、すごく問題なんですよ、はいはい、でも本当にその物事を達成誰よりも早くしようと思ったりとか、本当に精神が関わってたりとかしたら、例えば目の前にで子供が、もう精神に関わることがあって、うん、まあね、なんか大病とか、うん、あったりとかして、じゃあどうしようかと思った時に、そのインプットだけで1年やりますかって言ったら普通やらないと思うんですよ、うん、いかに命を助けようかって本当に真剣に思ったら、その学びながら、はいはい、その医者に電話をして、はいはい、場合によってはアメリカにとかに飛んで、うん、っていうアウトプットですよね、うん、行動しながら、ああアメリカの先生ダメだったって言って日本に電話して他の人探せようって妻に相談したりするっていう改善を続けると思うんですよ、はいはいはい、本当に危機迫ったらこの3つを同時にするはずなんですよ。なるほどなるほど。でも私たちはこれを順番にやるのでめちゃくちゃ遅いんですね、うん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 、本当にその何かを達成しようと思って実現しようと思ったりとか、うん、誰よりも一歩先に出て富裕層になろうと思ったらこの3つを同時にやるべきなんですよね。なるほど。じゃあお金をもっと増やしたいなっていうふうに思ったらば、まあ、例えば投資とかでもまずは勉強をもうずっととにかく勉強して勉強して勉強してっていうよりは、はい、勉強しながらもうやり始めるっていうのが、はい、大事ですね。もうどちらかというとインプットしながらアウトプットする、はい、で、はいはいはい、もう本当に勢いが情熱とかね、期限とか決めていけばもうアウトプットは先になっちゃう、はい、でインプットは後からついてくるみたいになってくるんです、はい、もうこうなったら勝ちですよね。アウトプットを先にするとちょっと失敗するんじゃないかなっていう怖さが多分あると思うんですよね、はいはい、そうですね。その失敗っていうのはどう考えればいいんですか。失敗はその改善が同時にやるので、はいはいはい、アウトプットしながらインプットすると当然失敗するので、当然同時に改善するっていう、あ、この3つを常に平行ラインで競わせるみたいな。なるほど。そうすると失敗はあんまり恐れる必要ないってことなんですかね、はい、最初の段階で。そうですね、むしろ失敗が多ければ多いほど、ね、アウトプットが早まりますし、そのインプットすべきそのより狙いが定まるので、はいはいはい、例えば失敗しなかったらその読むべき本とか、うんうん、まあ、書類とか聞くべき相手もわからないので、遠回りしちゃいますよね、はいはい、早めに失敗すれば、あ、株であればあこの本を読めばいいんだなとか、このサイト見ればいいんだな、いいんだなとか、この人に相談しようとか、この YouTube 見ようというのがピンポイントで分かるので、はい、結果その狙いが定まってその早く改善ができるんですよ。なるほどなるほど。でも確かにちょっと自分事なんですけど、うちの妻が上岡さんのこの YouTube チャンネルを投資を今していていつも見てるんですよね。ありがとうございます、はい、で先ほどサインとかサインもそうなんです、はい、サインもさせていただいたんですけれども、はい、それでその前に、はい、本はもう前に読んでたんですよ、はいはい、でその時はまだ投資をちゃんとやってなくて、はい、で今やってながら上岡さんの本を読むと、はい、やっぱり最初に読んだ時と全然伝わってき方が全然違うっていうのを、はい、ちょうど今朝
話してたんですよね。はい、だからやっぱりそのやりながらやるからこそこのインプットの意味がより価値を持ってくるんだっていうことを、はいはい、まあ、まさに今日の朝そういう話をしてたんですけど、まあ、でもそんなことなんですかね。そう思いますね。やっぱ自分のアウトプットが一番自分が成長できる、はい、誰でもまあそれは知ってると思うんですけども、まあ、それをできないんですけど、まあ、アウトプットをすると自分のステージが上がりますし、うんうんうん、まあ、失敗と成功を通じて自分の経験値も上がります。まあ上がってきますよね。そうするとやっぱりそのインプットに対するそのまた角度とか見え方とかその得られるもののそのいわゆるこう多面的複合的になるのでよりその吸収速度も早まるんですよね。あ、そうなんですね。そっかそっか。そういうこともどうして気づいたんですか。そうですよね。やっぱりそれはまあ、結論から言ってしまうと、アウトプット重視で生きてきたから、うん、そういうことになるんだろうなと思いますし、これはまあまあその生い立ちとかすごくあると思うので、はいはい、みんなが同じ皆さんが同じ環境とか条件下ではないと思うんですけども、もともと自分は親がその生まれてすぐ亡くなったりとかあまりその家庭環境に恵まれてなかったのでインプットしてる余裕がなかった。もうサバイバルしてたので、なんとかそのなんとか成り上がらないと、うん、このままだとまずいっていう状況に中学校ぐらいからも置かれてたので、小中高なので、その常にアウトプットベースでサバイバルしてきたから、インプットと改善を後から、うん、まあガンダムでいう、うん、こうサイドウェポンみたいな形で、うん、紐付けてやってこれた。でもまあすぐ誰でもできないことかもしれないんですけども、それをまあ誰でもできるようにしたのがこの高速仕事術っていう方法になりますね。そうですよね。なので僕も中身を読んでましてもらって、やっぱり思ったのは、特に今、はい、やっぱりなかなかこういろんなこう時代もどんどん変わってるし、はい、まあ、このコロナによっても変化がすごいじゃないですか。そうですね。で、逆境に立たされるケースってすごく増えてるんだと思うんですよね、はいはい、で、うんうん、変わんなくちゃいけないとか、うんうん、それもそのゆっくりじゃなくてスピーディーに変わらなくちゃいけないっていう部分で言うと、まさにここの亀岡さんの高速仕事術っていうことが求められてるなっていうか、自分にもすごく必要だし、あ、こうやってきてもこうやっていけば変われるんだなとか、あ、こうやっていけば前のは違う新しいチャレンジもできるし、新しいことができるんだなっていうのを、このメソッドですごいこう学びになってましたし、実際亀岡さんがもうね、それをこうずっとやられてきてるので、はいはい、まあ、それの説得力もすごいなっていうふうに思うんですよね。はい、なんかこの本の中にその最初あったんですけど、その放送作家時代 の、はいはい、台本をこう頼まれてるように書いてたって話とかは、はい、もうまさにあの時代からもう、はい、そのアウトプットを先にやってるんだなって、ちょっとその話って面白かったんでしていただいてもいいですか。そうですね。僕はもともと20代の時はずっと放送作家になりたくて、放送作家やってました。まあ、天才たくさんの元気が出るテレビとか、うん、スーパー J チャンネルとかで、やっぱり誰も教えてくれないんですよね、はい、まあ、そういった芸の世界なんで、テレビ局に落ちてる台本とかを自分で拾ってきて、夜中にそれをこう丸写ししたりとか、それをちょっと工夫して自分なりのオリジナルの台本とかを書いて、で、まあ、インプットで、アウトプットのためにインプットをして、でディレクターとかプロデューサーに見せて、ダメだって言われて改善をしてみたいなことをやってきましたね。頼まれたからじゃなくて、もう自分でも勝手に書いちゃった、ね、そう、自分で勝手に書いて、でも書いてきましたけど、で、頼んでないけどみたいな、あ、でも自分で勉強してやったんで、で、大体そういう人って評価されるんですよね。まあ、ね、疲れるやすいっていうか、はいはいはい、すごいガッツあるなみたいな、だったらちょっとこうチャンス与えてやろうかみたいな風に、まあ、特にね、50超えてくる人っていうのはなるので、まあ、それでチャンスを与えてもらって、っていうのありましたね。だから僕放送作家としては21ぐらいから、20歳とかからまあ始めて、多分24、5ぐらいにはもう番組をやらせていただいたので、結構イレギュラーでしたね。なるほどな。でもこれもやっぱりその高速仕事術的なこうやり方でこうやっぱりやってきたってことなんですね。そうですね。で、そう、先ほどちょっと僕も話しながら思ったんですけど、この高速仕事術のやり方って、そのできる人から目をつけてもらいやすいやり方だと思うんですよね。やっぱりそういうふうに仕事をやってる人っていないと思うんですよ、この世の中って。どちらかというと、まあ、いい意味でも悪い意味でも主体的に動ける人ってそんなに多くないんですよ。でもかといってもっと主体的に動いた方がいいよって本を読んだりとか、うんうん、セミナーに行ったりしてもやっぱり主体的になかなか動けない、うんうん、結局主体的に動くためのやり方、メソッドが
ないので難しいんだと思うんですよね。でこの拘束仕事術ってやり方はまさにその自分がどう主体的に動くかっていうことの塊だと思っているので、そうすると特にやっぱり会社とかそのできる上司とか経営者とか、まあ、プロデューサーとかもそうですけど、そうした人を求めているので、結果そのじゃあチャンスを与えてあげようかなってことになりやすいとは思いますね。例えば投資の世界で拘束仕事術を使うとしたらどういうふうな使い方がありますか？そうですね、こうもう投資はですね、まさにこのやり方が一番うまくいきやすいんじゃないかなと思うんですけど、うん、株式投資って9割が失敗の連続なんですよね。はあ、そうなんですか、ね。はい、僕よく言うのが株式投資は、まあ、FX もそうなんですけども、うん、さっき社員さんがね、はい、FX されてるって言ってましたけど、やっぱり失敗するゲームなんですよね。失敗から始まるゲームで、成功ずっと成功してますよっていう人はまあいないじゃないですか。でいかにその失敗をその成功にこうオセロみたいに変えていくか、はいはい、このスピードが速ければ速いほど、うん、うまくいくっていう世界なんですよね、はいはい、でみんなこう1枚ずつ1年かけてめくっているので、結局お金がどん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 なくなるスピードの方が速いんですよね、うんうんうん、でこれを早く早く超高速回転やれば、お金が減るスピードよりも失敗から始まるので、はい、このどっかでそのが止まってお金が増えていくスピードの方が上がっていく、この差なんですよね。なるほど、なるほど。はい、失敗も高速でしちゃった方がいい。そう、失敗も高速して、バーンってこう、やっちゃった方が、まあ結果、お金が減るスピードはみんな同じなので、はいはい、失敗から始まるゲームだとすると、これがこう、テイクオフして、上がっていくスピードが増すので、その、まあ、損益分岐ってちょっと難しいですけど、が上がりやすいっていう。やっぱりその失敗したくないっていう気持ちを、はい、ではなくてやっぱりどんどんアウトプットしてどんどんトライして失敗していって、はい、それをとにかく早くいい方に改善させていくっていうのが、ね、そうですね、そうですね、今失敗してなくても1年後に必ず同じ失敗するので、あ、やっぱり大体そういうもんなんですか。そうですね、失敗の仕方っていうのは、はい、失敗は質とか、形を変えて必ず同じ失敗がね、その同じキャリア、例えば株で1億を稼ぎたいでも、うん、まあ、例えば編集でベストラーを作りたいでも、はいはいはい、まあ、どんなキャリアでも、ええ、そこに行き着くまでのプロセスでは必ず出会う失敗であるじゃないですか。はいはいはい、ありますね、たくさん。それをそのいかに前倒しして早めにクリアして次のステージに行くかっていう、まあ、それもゲームなので、であればもう株式投資であればどうせどんなにインプットしても出会う失敗って決まってるので、失敗しないってのはもう無理なんですね。無理ですね、回避できないので。なるほど、もう早めにもう失敗を手に入れて自分のレベルアップをして、で早めにお金持ちになっちゃった方が結果いいですよね。あ、そういうことなんですね。そうするとやっぱり投資の世界も拘束仕事術って方法はかなり使えるってことなんですね。もう多分めちゃくちゃ使えると思いますね。特にこう投資ってやっぱりその将来ファイヤーって今流行ってますけど、はいはいはい、まあ、50とか60、はい、まあ、場合によっては70で2000年問題をクリアして、はいはい、その老後を楽しく生きたりとか、はいはい、まあ、プチリタイア、はいはい、2000万円問題ですね、はいはい、2000万問題ですね、はい、をしようと思ったらいかに早くそのお金を形成していくかっていうのがすごく大事なんですけども、やっぱりちんたらゆっくりやってると言葉悪いですけども、その行き着く前に疲れちゃうし、時間もなくなっちゃうと思うんですよね。なので1年のうちにどれだけ宝くじを引けるかっていうのがすごく大事で、皆さんこう神社に行って1年に1回宝くじを引きますけど、それで大吉1個出たとか中吉だったって話しますけど、別に毎日行って宝くじ引けば365日のうちに大吉が60回必ず出ると思うんですよ、はいはいはい、でもその毎日 1時間に1回引いてれば、大吉の数がそれが1000個になりますよね、はい、1秒にとかどん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 それを早めれば早めるほど大吉の数って増えるんですよ、はい、でもそこにルールはないわけなんで、だったらそれを目指すのが一番成功しやすいですね。なるほどな、まさに高速で GO ですね。そうですね、まさに高速で GO ですね。なるほどな、はい、でもまあそういう意味では本当に投資の世界でも、まあ、他の仕事でも、はい、まあ、いろんなところ自分の目的を達成するために使えるメソッドっていうのが高速仕事術ってメソッドだっていうことですよね。そうですね、はい、いや、それは僕ら出版の世界でもまさに今すごい変革してる時代なの で、はい、やっぱり今の昨日までのやり方ではやっぱダメだっていうふうにやっぱ日々こう思ってるんですよね、はい、まさになので自分たちもこう、うん、まあ、アウトプットしながら、はい、インプットして失敗を早く改善させながらっていうので言うと、はい、もう身に染みてちょっと実践していきたいなっていうふうに、はいはい、ぜひぜひ思ってます、試してみてください、はいはい。
がとうございます。というわけで、あの今日はアスコムさんに来て、垣内編集長とこの高速仕事術ですね、このお話をさせていただきました。であとはね、詳しい、内容はですね、この本にですね、もっといろいろエビデンスとかね、脳科学とか心理学とか踏まえながら、書かれてますので、もし興味ある方はですね、一応 Amazon リンクも貼ってありますけども、まあ、書店はともう 2,3 週間ぐらいで、書店に並びますので、書店で、ですね、実際に目に通してみて、まあ、いいなと思った方はですね、まあ、実際に、家にね、一冊置いていただきたいなと思っております。もちろんいいなと思ったらで全然大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、すいません。